コ。油断するなよ。明日からまた奴らは来る。分かってます。でも今日だけはね、兄さん。ああ、ありがとうコテコ。水泳の作田、書道部の文字。君と出会って素敵な夏になると思ったら。誰から？多分だけど父親から。前のなぜか本当の父を探すことに。私でよければやってみる。実のお父さんって人に会いに行く。作の親には内緒。見えるんだ、人の頭の中が。あれ絶対ヤバいやつですよ。なんで急に送ってきたんですか、お札。なんで謝るの。嘘ついたから。楽しかったから。行かなきゃ俺。行け。来るよ来るよ、胸騒ぎってやつが。子供は分かってあげない。あれ、これ暗殺かなと思ったらすぐ逃げなね。分かった、暗殺気をつける。